あ、起きた。でも、もし記憶喪失のふりだったら最悪だかんね。え、なんかあったの？なんで俺、女子の家で寝てたの？女子じゃなくて、宝田陸花。私の名前、響くん。うちの前で倒れて寝ちゃって起きなかったんだよ。どういう関係？マジマジだ、クロンゴマジ。そんなに心配ならかけろよ。電話通じるなんて。私、響くんの友達だけ。ごめん。リッコ、年上好みなんじゃ。全員移動するみたいだよ。完全に見失った。リッコ、もしかして今頃な。おかえり。お疲れ様。あ、いや、ありがとう。リッカのおかげで勝てたの。彼女のことが好きなの。すみません、うちらはぐれちゃって。リカさんさ、そんな格好でまた男と一緒かよ。もう何とでも言ってください。じゃあね。みんながここにいたおかげで今まで疲れ取られたと思うし、立花じゃないと切り抜けられなかったこともたくさんあったよ。俺だって立花にここにいてほしいと。明日宇都宮君に謝る。目覚めた響くんは全部覚えてないのか。たとえ記憶がなくとも、ユータの体には刻まれている。私が宿ってもなお、リッカへの思いは変わらなかったように。私